決定的に重要なのはですね、それを使う時期になります。僕が、家の方ではですね、5月の末に田植えをしまして、稲の苗自体は椿さんのところからいただいてくるんですけれども、それを5月の末に植えまして、大体粉の芽が出始めるのがその2週間後ぐらいのタイミングになります。その時はもうほとんど髪の毛ぐらいの細さのものが、水面というか土の上にちょこっと見えるぐらいのところを見計らって、竹ぼうきを引っ張ります。そうするとですね、もう2週間田植えしたら立てますので、稲は割とちゃんと活着をしている。だけどもその粉身の芽はまだひょろひょろの状態なので、竹ぼうきでスッとこう引っ掻いてあげるだけで浮いてくる。そういうことで、去年今年と、うちの田んぼでは効果がありました。でも斉藤さんのところはどうもうまくいかなかったみたいで、今年ちょっと佐渡にお邪魔したときにちょっとお話をさせていただきましたけれども、やっぱりタイミングがやっぱりずれていたみたいでした。まあその辺をちょっと来年以降ちょっと自分たちの補助に合わせた形で工夫していただいてやっていただければいいポイントがそれぞれ違うと思いますので、見つけていただくということになると思いますので、ぜひこの辺をうまく考えてやっていただければいいなと思います。